疲れ様です。お疲れ様です。本日はですね、1ヶ月ぐらい前かな、ここに結束バンドで外れちゃってる柵のところをこう一旦ね、仮でこうつけておいたんですけど、まあ今日はそこにネジを打って、まあ、しっかり固定していきたいと思います。1ヶ月前までの僕だったら、きっとこのネジもなかなか思うように打てなかったと思うんですけれども、まあ、この1ヶ月の間でね、こう大工さんいやね、いろんな職人さん方にいろいろ教わったおかげで、多分僕もねネジが割と打てるようになったと思いますので、まあその成長した姿をね、ここで皆様にお見せできたらなと思います。それではやっていきましょう。今回は、2種類のネジを用意しました。 7.5 センチのネジと12センチです。この長さに合わせて打っていきたいと思います。それでは12センチからやっていきましょう。あれ？じゃあじゃあ、わざとわざと、これは今までの俺だったらバージョン。あれあれ、何も動いてませんけど。あれあれ、外れんくもなった。ちょっとちょっと、ちゃっ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 、おかしいじゃん。なんで？なんかに当たっちゃってんのかな。あ、前あったネジとか？これ異常だよ。なんとかなんとか2本目。はい、はい、よしよし、いいね。あ、なんかこれ急に刺さって感じなんだよな。なんで？ちょっといいですか？はい。どういうこと？何が違うの？はい、じゃあね、今日はね、ヤギ柵のね、補修をしていきたいと思います。おい、枝の仕事を奪いやがった。なんで？なんでだろうね。聞きで聞きで。関係ない？関係ないと思うけどな。お願いします。はい、任せてください。どうせまたできないとか思ったそこの弟くん、あなたは今日、小指を棚にぶつけます。棚に小指をぶつけます。それじゃあ、いきます。始まった、始まった。あれ、違う違う。なんで？いい調子だったのに。あれあれあれ、終わった。なんで？はいはい、交代交代交代。あ、もうこれバカになっちゃってるね。あ、わかった、思い出した。一回こういう時ってそうで、一回引いてまた押すと意外とハマるみたいな。はいはい、じゃあお願いします。はい、では見ててください。はいはい、ででThank you.
おー、やっと1本目。え、今日ってこれ感動の終わりじゃないの？これでこれラスト1本じゃなかったっけ？じゃあミス1個止めれたぐらいでそんな大喜びできる幸せもないないよ。そう、どんどんとお願いしますよ先輩。ミス1名人と呼んでください。今のもう全部俺ができなかったところはもうカットして、できるところだけを映せば実質俺はできる人。まあでもうん、がっちりいいね。はい、次。はい、スムーズ、とってもスムージー。いいね。1万回に1回ぐらいこういうこともあるんだよね。あれ、かなりの高確率を引いてるけど。すごいレアじゃん、1万回に1回を2連続で見れるなんて。もうすごい確率よ。宝くじ買えば当たるか。届いてない。嘘でしょ、刺さってない、届いてないな。そこは厳しいんじゃない。いける、俺だよ。だって今までいけないことなんてあった。あった。即答すんのやめてください。いいね、できましたよ、ほらね。大丈夫？大丈夫です。ではラストやっていきます。おお、いいね、これでバッチリ。はい、弟のアシスト一切なしで全部自分の力でやることができました。開幕からねちょっと苦戦しましたが、無事自分の力だけでやることができてね、良かったです。弟さん、今日の僕のこのネジ打ちに点数をつけるとしたら100点中何点でしょうか？2点。丸が2つ足りないんじゃなくて2点。それはなぜですか？僕の力を借りずにという嘘をついたことでかなり減点されましたね。ちなみにそこ正直に言ってたら、そこを正直に言ったとしたらまあ62点だったんじゃない。そうだろう、31倍。皆さん、嘘をつくのは良くないということが分かりました。僕はもう今後一切嘘をつきませんっていうと、これが嘘になっちゃう、この言葉が。嘘つきは損をするということですね。正直に生きていくのが大切だと学びました。冗談というか茶番というかは置いときまして、まあとりあえずはしっかり、まあ、グラグラしてたところは固定できたので、これで、まあ、ソラロゼア一応放牧できるかなって感じですね。まあこれで様子見ながら、また壊すようだったら、その都度ねまた直したり、もっと丈夫なこうあれを
変えたりとかいろいろ、まあそこはね、ソラロゼット放牧してみてで様子見ながら変えてきたらなと思います。はい、はい、それでは、暑い中でしたが本日も、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。